9月19日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末金曜日に比べて335円と66銭安、3万3370円42銭でした。335円安で、反落しました。トピックスも 9.86 ポイント安の 2290.50 でした。プライム全体の 58%、 1000トンで65銘柄が上昇しました。下落したのは全体の 38%、 706銘柄ということで、全体的には上昇銘柄数の方が多かったんですが、指数としては日経平均、トピックスともマイナス、反落しました。マザーズ指数は22ポイント高 2.6% の上昇でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は、一気に上値を切り上げて、先週は3万と3000円台ですね、3万と3000円台に乗せました。今日に限っては特段悪材料ないんですが、さすがにここまで一足飛びに上げてくると高値警戒感というところがあるのかもしれません。今日は一旦の調整休憩ということなのか、 1% の下落で引けています。個別銘柄を見てみましても、7203トヨタ自動車ですね。トヨタは先週は、かなり勢いをつけて買われました。今週、月曜日、やや売り物がかさんで63円安 2.7% の下落となっています。全体的に、市場全体見回しますと上昇銘柄数の方が多かったんですが、大型株、指数インパクトの大きいネガサ株といったところは今日はいずれも冴えず、日経平均、トピックスともマイナスで引けていました。銀行株、8306三菱 UFJ ですね。この銀行株は比較的値持ちがいい状態でありまして、小幅ではありますが三菱 UFJ はプラス圏で引けています。今日の東京市場全体的に上昇銘柄数の方が多かったんですが、さすがに高値警戒感もあるというところなのか、指数インパクトの大きいところ売られていまして、日経平均株価、トピックスとも下落して引けました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。